どうも、新宿青井金京です。以上です。新宿青井の中年の市長でございます、はい、ということでね、いや新年明けましたよ、伊沢さん。どうも、ね、よろしくお願いします。いや、本当、明けましておめでとうテムポール、ね、いや本当にね、やっとかないと。いや、やっぱり1年はね、景気づけにね、景気づけにやっとかないと、これはね、おめでとうテムポールですね、やっぱりね、わっ、初笑いっていうね、初笑いしないとね、これね、こういう感じでね、わーって勢いよくね、やっぱり行きたい。拍手長いんだよ、拍手が長いんだよ、毎回失礼に値しますよ。拍手、最初の拍手は嬉しいですよ、ありがとうテンポールって称賛をしてるわけじゃないですか。いや、称賛が長すぎるんですよ。あ、そうですか。はい、あんまりも長いと、逆になんかいきなりこっち、終わってるから切れてるじゃないですか。いやいやいや、それは切れるでしょ、そんなもん。急そんなもん、なんか嫌みったらしくザーって拍手されたら。いや、しかしね、元旦、もう迎えましたけども、元日ね、はい、まあ、はい、で正月でしょうね、多分。ああ、何をしてますかね。何をしてるんでしょうかね。まあ、テレビ見て。テレビ見てね。そうね。あ、あれですか。紅白とかは見る派ですか。な、分からんね。どうしようか迷ってるね。まあ、今年はね、ちょっと見ようかなと思ってますけどね。ちょっと、まあ、ダジョウさんも出るし、なんとなく、ちょっと紅白見ながら、ちょっと飲みな、お酒飲みながら過ごそうかな。金京だったらテレ東の方が好きじゃないですか。いや、年忘れね。日本の歌。あ、日本の歌。いや、あっちの方が好きなんじゃない。あっちの方が好き、正直。去年はね、それで過ごしましたかね。はい。去年というか、一昨年か。まあまあ、ザッピングするかな。いや、そうなんですよ。年忘れで日本の歌の方がいいですね。あれちょっと早いんだよね。ちょっと早い、夕方ぐらいからやるんだよね。そうそう、ただ今年ちょっとね、ほら、玉置浩二さん安全地帯が出たりとか、ちょっとね、そう、メンツがね、紅白の方に出ますから、とかさ、いろいろちょっと出る人がいますから、ある意味ちょっと楽しみ、です。何でもかんでも新しい人だけっていう感じじゃないからね。歌合戦ね。アニメかな、でも。昔はさ、やっぱガキ使やってたからさ、ガキ使見るみたいなとこあったけどさ、ガキ使はもう、ガキ使もやってないもんね。録画してましたからね、私はもう。バラエティー、なんかネタ番組対決みたいなやつね。日テレはね、そうですね。テレ朝は、あれか、あ、何やんだろう。おじさんとおばさんが出て怒るやつだ。おじさんとおばさんが出て怒るやつだ。ね、どういう見方をしてるの。分かりやすいでしょ、おじさんとおばさんでとこるやつ。おじさんとおばさんもクイズやんないのかな。ああ、昔はそっか、クイズサバイバル、あんまり人集められないみたいなことなのかな。ものすごいね、クイズやってて。そうそう、そこでね、伊沢さんはもういい思いさせてもらいましたけどね。それで新年迎えたんだよね。そう優勝は新宿青井、伊沢はドバーン、うん、わーってなって、そういう時もありましたね。それが皆さんまた来年みたいなすごい状態。いや、この話したことあるかもわかんないけど、本当に、夢があったね、だから当時は。文化人50人と、芸能人50人。100人。100人。で戦うみたいな。本当にひな壇の、あれ何段ぐらいあったかな、6段、7段ぐらいあったひな壇の、本当に一番端よ、うちらいたの。で、私いて、伊沢さん。もう一番遠くよ。それがもう最後の最後、伊沢さん、ど真ん中に行ってさ。ほんで林先生、早押しクイズ、早押しクイズで林先生に勝ってさ、優勝は新宿青井っつって鼻吹雪ブワーッ湧いて、もう一番遠くにいたから、遠くにいたからあれなんだけど、もうより遠くに見えたよね。ああ、こうやって売れていくんだこの人はみたいな。売れていかなかった。いや、すごかった。一瞬ね、一瞬はすごい、なんかまあ人生のハイライトになるからね。いや、だってみんな振り向いて、こっちの私の方に振り向いてね、売れたなっていろんな人に言われたんだもん。しばらくクイズ王って言われたし、そう、ね、まあだからそういうわけのわかんない人が一夜にして輝くみたいな番組は最近全くなくなった。ああ、確かにね、で昔もなかったけどね、あのクイズサバイバーだけが異常だっただけで。まあ、あとは M1 とかね。M1 とかね、あれだけど。そうか、M1 とね。でも演出的には M1 と同じぐらいじゃないか、無名の人がパーンって、あの花吹雪的なやつ。ああ、そうね、年越し待ってたからさ。おいで、伊沢さんのアップで終わるんだもん。モニター見てたら、おー、伊沢さんアップになってるわ
で、はい、OK でーす終わったよ、石澤さんでと思って番組締めたよっていう夢があったね、昔のテレビ界は。あれはすごかったね。いや、こんなん、まあ、昔話するのもあれですけど、あれ何年前ですか。いや、な、7、8年ぐらい前。7、8年前か、うん、ああ、うん、そうそうそう、結構言われたもん、うん、あ、だから、オンエア なった後もよく言われたもん、うん、ああ、相方クイズで行くんじゃないみたいな、見たよクイズみたいな、すんごい言われた。本当人生のラッキーパンチだよね、もうあそこは。いやでもすごいよね。俺いまだに覚えてるけど、日本地図かな、日本地図があって、そのどこに、あのどこの建物でしょうみたいな、うん、答えるやつで、だんだんその日本地図がだんだんアップになってって、うん、みたいな、うん、でその時にヒントが何か出るのかな、近づいてくれたり、もう本当にクイズ王の答え方したからねもう本当にまだ西日本ぐらいまでしか行ってないとこで1個なんかがヒント出たから、ヒント出た瞬間にピンポン、甲子園球場ピンポンピンポンピンポンってなって、うおーなって、それでまずすごいってなったね。そのね、それはひな壇にいる状態でね。でそっからさ、またもう1問ぐらいなんか答えてさ、ほんで最終的にはその下に行ってさ、林先生と戦ってそこも勝っちゃったもんだからさ、サクセスストーリーがすごかったんだよ。あ、そういう時もあるんだろうな、人生に一回は、人間輝く時は、うん、いやいやいや、ほんとあるんだなと思ったあの時。で、ほら、答えたりするとさ、伊沢さんが映るじゃん、うん、だから俺、極力伊沢さんの肩とか抱いて、おぉ、すごいねみたいな、なんとか俺も映れたのねワンショットになっちゃうから、おぉ、すごい、すごいっすねみたいな、おぉ、相方みたいな、一生懸命やったもんね。いや、ね、そういう、そうね、だから、そうそうそう、クイズ前、クイズ以後っていうね、私の人生戦前戦後みたいな、ね、そうか、まあまあ、そういうこともありましたけどね。あ、だから、あ、それは、それの数年前とかも、うん、だ、あの、4、5年はちょっと中ちょこちょこいろいろあったんだね。あった。うん、そうそうそう。だから、埼玉で、ナックファイブって FM のね、そこの年越し特番みたいなの出て、で、年越して、その埼玉の大宮からお台場までタクシーで移動して、それで、フジテレビの朝の生放送で出るから、うん、でよくさ、あ、まあ、皆さんイメージあるかどうかわからないけど、楽屋とかにさ、うん、でっかい楽屋ね、うん、に布団置いてあったりするじゃん、年末年始って、あの畳引いて寝れるようにで、着いて3、4時間あったから、畳でちょっと寝てさ、わあ初めて寝るわこの布団でさ、それで朝なんかな生放送出たもんね、初日の出とかなんか言って、本当にわあまたいで仕事してるわっていう感じあったよね。ね、まあそういう時期もありましたね。なんかそんなに多分悲しくなっちゃうけどさ、いや本当に率先して悲しい話をした。年末年始だけで10本ぐらいテレビラジオあった、ね、出た時あったあった、うん、どこで仕事納めか仕事始めか分かんないみたいなさ。いやいや今はね割としっかり分かりますね年末は休みしもう大概30日12月30日の浅草演芸ホールの出番で仕事納めっていうのが分かりやすくなりましたけど、ここ最近昔はね、だからあの岡川工業さんのね年越しライブとか出させてもらってたよね。本当のもっと前はね、うん、もう3、4年ぐらい前、はね、下北沢のね、あれ出てね、タクシー代もらってさ、タクシーで帰るみたいな。あ、そうだっけ、あれタクシー代もらえてたんだっけ。まあ勝手にタクシー代だと思って乗ってたけど、結構まあ普通のライブよりまあまあそっか、金額が良かった。あ、そうだね。ありましたね、年越しはね。あったね。年越し。なんかさ、あとテレビ局もさ、うん、よくわかんない、なんか いろんなところでライブやるみたいなやつだよね、日テレとか。うん。なんかそんなの記憶あるよ。やってたね、本当の、もっと昔ね。すんごい昔、うん。やってたね、年越しのイベントね。うん、なんか変な路上でさ、ライブやったりとか。そういうのもさ、まあ、プロダクション入ってる若手とかさ、うん、派遣されていてさ。派遣ね。うん、行ったわ。あと、あれもあったよね。バナナマンさん、あれが年越しだった。あったあった、あれも、あれ、そう、ね、生放送だよね。年明け年明けか、明けてのだ、ど深夜だ、うん、そうだそうだ、それで、そうだ、夜に落とされるやつね。うん、あのイントロクイズで、イントロクイズ、あの、うん、マイクまでが異常に距離あって、うん、もう誰もが知ってる曲なんだけど、行くまでにバレーボール飛んできたり、うんうん、
粉の中落ちたら、ね、粉まみれになったりね、そうそう、水ぶっかけられてた、 あれそっか、年明けだ、あれになるって分からなくて、普通に衣装着てってさ、うん、翌日、だから2日目に、2日にあの、うん、テレ東さんのさそうそうそう、あの名人予選あるからさその衣装着てっちゃってさ、粉まみれになってさ家帰ってからずっともうそうそうそう、小麦粉落とすって言って、あれ全然落ちないんだよ、小麦粉って、うん、俺初めてあのジャケット普通に洗濯機で洗ったもん、洗濯機それでもダメだったから、洗濯機入れてもない落ちない、全然落ちなかったから、そうそうそう、あれ出てた人みんなそれやってたもん確かに、ね、家帰って後で聞いたらちょっとあれだよねま、問題になったというか、結構クレーム言った事務所もあるらしいよ、ね、あ、そうなんだ、聞いてないと、で、後からジャージ用意されてさ、ジャージ返してくれって言われてたじゃんそうそうそうそれだったら最初からジャージでやらせやいいじゃんってみたいな聞いてないよみたいな、あ、でもなんか商品もらってたよね、そう、それでその企画とは別にスタジオ入ってまたなんかなんかの企画で、あ、冷蔵庫なんかもらってたんじゃない、いや、なんか7、8個ぐらいスプレーがあって、あ、ものすごいうんこの匂いがするスプレーがあるっつって、そう、引いた人が運がいいっつって引いた、俺だったのよ、で、なんつって、それでね、10万円相当のギフト、うん、そうそうそう、だからまあほら結婚式とか行くともらうじゃん、ギフト本みたいな、そうそうそう、10万円相当のもらって、そう、結局それはそれで温泉行きましたよ、箱根の方の、うん、あのビレッジの甲賀さんの夫婦と我々とで、そう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 、使いましたね、そうそう、なんか、あ、テレビで商品もらったっていう、初めてこういうのもらったなって感じだったねそう、なんかわけのわかんない若手芸人がいっぱい集められたっていうのはあったもんね、昔はね、そうそうそう、今は多分そんなことはないだろうね、まあ、ないね、そうですね、そうだ、それね、あの辺の時期が、うん、あのちょうどちょっといろいろあった4年の時期ですね、あの辺はね、楽しかったですね、昔は良かったけどね年明け早々悲しい話、今ね、いや悲しくない、いや、いろいろやった、まあ、悲しくはないんだけど、そうそうそう、なんだかんだはね、稼働もさせてもらってるから、まあまあ、まあまあね、あ、俺、あ、今年紅白見れるんだって思った時はちょっとショックだったけどね、ああ、まあ確かにゆっくり見れちゃうっていうのはね毎年何かしらだったのかね、急にある年を境に、お、確かに怖く見れるのね、うん、ゆっくり入れちゃうっていうのがね入れちゃうっていうね、だってそれこそそれでヒットパレードもあったりとかしたら、うん、1日はフジテレビにいるしね、うん、そうそう、でそのさっきのその埼玉のラジオが、うん、とね、年末オンエアで、うん、生放送であって、うん、で考えるとね、確かにゆっくり入れちゃうっていうのはあるね、ちょっと寂しい話なんですよいや、それは正月だけですから他はね、なんだかんだ確かにな、そう考えると、まあ、ね、今年はどんな、今年の年末はね、なんかまあ忙しくしていきたいですよね、いや、それはそうですね、なんかね、そうしましょうよ、まあ何でもいいんですけど、何でもいいんでね、はい、バイトなんか入れちゃういや、忙しくできるいや、そういう話じゃないでしょ、そういう話じゃないまあまあ、そんなことでね、はい、本年もよろしくお願いいたします。